あ、昔々地球には人間とモンスターという二つの種族がいました。ところがある時人間もモンスターもみんな消えてしまいました。なにこれ。コンティニュー、僕の世界。ちょっと、はぁ、待って。うわぁ、ちょっと、削除されました。ちょっと、前回の続きからやって、あれだよ、アズゴアオを倒そうと思っただけなのに、なんで？ハロー、フラウィーだよ。お花のフラウィーさん。君のおかげで本当に助かったよ。君があいつを痛めつけてくれたからね。僕一人だったら絶対叶わなかった。君のおかげで、あいつは死んでくれた。人間の魂も手に入ったしな。はぁ、僕はもう随分長いこと空っぽだった。魂が手に入って最高の気分さ。うふふ、もぞもぞ動いてくすぐったい。あれ？仲間外れで寂しい？でもそれならちょうどよかった。まだ魂は6つしか手に入ってない。だからもう一つ必要なんだ。あと一つ手に入れば、僕は神になれる。そして新しく身につけた力で、モンスターにも、人間にも、みんなに思い知らせてやるのさ。この世界の本当の姿をね。前のセーブファイルに戻ろうとしても無駄だよ。あれはもう消しちゃったからね。うわ、マジかよ、お前。ほんと最悪だよ。でも安心して。僕がちゃんと、代わりのファイルを用意してあげるから、君が死ぬシーンで上書きしてあげるよ。僕が君の体をズタズタにするところを、何度も何度も繰り返し見られるように。え？僕を止められると思ってるの？君は本当にバカだね。ホラーゲームみたいになってきましたね。え？ちょっと待って。動けないよね。あ、動けないわ。なんなんだお前。お前だけはマジ絶対、え？やば。え、やば。おい、待って、おかしい。戦う、ちょ。これはただの悪い夢。永遠に覚めることはない。マジ何この演出。はぁ、もう一回やりますか。ふふふ。僕がそう簡単に満足すると思った？君を一回殺したくらいでさ、うおー、カウントされんのかい。絶対お前だけは許さねえ。ぶっ殺してやる。え、戦うさ、押せなかったんだよね。ちょっとボタンの操作、いじられてる？そんなことないよね。これ無理だって。無理だよ。ちょ。コード。助けを呼んだ。
なるほどね。そういうことか。あー。マジで？ちょ。なるほど。わかった。これか。4って。これ勝てんのか。はい。情けないね。今度こそ本当に死んでもらうよ。これさ、会話変わってくんならさ、ひょっとしてちょっとずつ弱ってたりしないかな。いやー、ちょ。戦う。よし。4。いや、これは無理だろ。無理だって。お、ワーニング。黄色だ。いやー、ちょっと。怖い。いて。やべえ。死ぬ。行動。助けを呼んだ。みんな、ありがとう。全然回復できねえ。セーブされている。セーブされている。ちょ、邪魔だから、ほんと、やめろ。青い魂の人間が、なんだこれ。行って上がれねー。なるほど。あ、でも死なねー。行動、助けを呼んだ。ありがとう。負けない。あ、くそー、全然ダメージ与えられない。ちょ、マジで頑張ってください。あ、死ぬ。でもなんかちょっとずつ前進してる。ふ。そもそも僕を倒したらどうなるか分かってるの？どうなるか？私が神になるってこと？くそ、その攻撃ほんとやめろ。もう。やばい、戦う。くそ、あ、14だって。ダメージ増えてない？痛い。マジでやばい。ちょ。ほんと雪だね、ほんと雪だね。あー、紫さん。何これ。悲しみ、残酷、滅亡、悲しみ、悪夢、殺戮、悲しみ、破滅、死。行動、助けを呼んだ。希望、自由、守り、愛。やめろ、だからその攻撃をやめろ。ちょっと、上書きすな。あ、緑さん。フライパン？うわ、これはまずい。これ、痛い。
あ、でも死なないよね、多分食らってても。あ、行動、えい、よし、助け呼んだ。ありがとう、みんな、みんなの力がなかったらここまで来れなかった。ありがとう、ありがとう。戦う、戦う、23。くっそ、全然ダメージ与えられない、全然ダメージ与えられない。それ、それ、本当やめください、本当やめください、もう。黄色さん、最後の人だ。なんだこれ、なんだこれ、あーピストルか。いやー BGM いいな。ちょ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 。あれ、分かんなかったな、マジか。やばい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 。23。まだわからないの？ハッピーエンドなんてないんだよ。君に残されているのは僕との戦いだけさ。いや、諦めない。絶対諦めない。みんなのためにも、助けてくれる人間のみんなのためにも。うわうわ、全然見てなかった。やばい、戦う。23。こいつ毎回回復してる。痛い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 。やめろやめろ、やばい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 。あ、普通に死んだ。君も必死だね、ふふふ。毎回一応セリフ変わるんだね、細かいな。内部データ的には進んでんのかな、ちょっとわかんないけど。あ、戦う、来た。黄色さん、黄色さん、まあ、全弾受けても大丈夫だからね、多分。ちょっと上に行った時が怪しい。どれだ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 。行動、助けを呼んだ。ハートだ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 。あ、え、みんな、うん、音が止まる、ごめん。あー、みんな、みんなが回復してくれた。フラウィーの防御力がゼロになった。よし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 、みんなありがとう、ありがとう。回復もある、回復もある。手堅い手堅い、熱いサポート、みんなからの、みんなからの気持ちちゃんと受け取ったから。やばいやばいやばいです、やばい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 。避けろ避けろ避けろ、避けられない避けられない。くそ、画面が見れない画面が見れない。やばい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 。あれ、私どこ行った？ちょ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 、攻撃が激しい。待って待って、希望捨てるな、希望捨てるな、希望捨てるな。なんとか生きながらえてる、なんとか生きながらえてる。戦え戦え。
希望。やる。希望。どこに行った私。希望。ちょっと、攻撃が激しい、お花、希望、倒した、う、嘘だ、こんなことはありえない。君は、え、どうとしました。本当にバカだね。くそー、勝てないの？本気で思ったの？僕を倒せるって。僕はこの世界の神なんだよ。それに引き換え君は滅びる運命、ここで一人寂しく命を散らすのさ。そう、役立たずの仲間たちには君を助けることはできない。どうぞどうぞ呼んでみて。君の声は闇に吸い込まれるだけさ。パパ、ママ、誰か助けて。いくら叫んでも無駄なことさ。助けを呼んだ。ん？しかし誰も来なかった。残念。誰も、君が死ぬとこを見てくれないなんて。くそー。え？回復した。え？どういうこと？まあいいや、それなら、ロードできません。え？どうして？力が使えない。あ、みんな、魂が、何をする気？おい、やめろ！おー、こんなことは許さないぞ！僕に従え！やめろ、おい！やめろー！みんな、あ、これはどうしたらいいんだ。ちょっと考えてもいいですか？ごめん。はい。考えました。ごめん、みんな。無理だわ。ごめん、本当にごめん。無理だ。僕の期待通りだ。うるせえ。うるさい。ただの花だ。アンダーテール。はあ、すごいね。すごいゲームだな。後味が悪い。最高に後味が悪い。あー、これでよかったのかな。え、電話
起きた。よう、聞こえてるかい？あんたに伝えときたいことがあって電話したんだ。あんたのおかげで雪だるまはすごく、あ、そっか、持って帰れたんだ。雪だるまはすごく喜んでるぜ。それと、他にもなんか言うことあったかな？あんたが消えてからこの世界では、いろいろあった。アズゴーがいなくなったから、代わりにアンダインが、ああ、そうなんだ！指定世界のリーダーになった。アンダインは、ここに来る人間は殺すと決めた。集めてあった人間の魂は消えたから、ごめんね、ちょっとプツプツしてるかもしれない。バリアを壊す別の方法も研究してる。バリアが壊れたら、アンダインは人間と戦争するつもりだ。アズゴアがやろうとしてたことと同じだけど、アンダインはアズゴアみたいに容量が悪くない。ロイヤルガードも増員した。地上に出たら、アンダインはロイヤルガードを率いて、真っ先に、自分の手であんたを探し出して始末するってさ。オイラはどうしてたかって？遺跡のドアの前で何度もギャグを披露してみたけど、あのおばさん、反応してくれないんだ。具合でも悪いのかな？あー、パピルス。やばい、涙出てきた、どうしよう。会いたいな。兄ちゃん、誰と話してるの？別に、人間だよ。あー、そっか。え、人間？俺様も話したい。いいよ、どうぞ。で、ありがとう、サンズ。おい、聞け！アンダインが露呈になったぞ。すごいだろ。しかも俺様を、王室で一番重要な人にしてくれたんだ。なんだその、役職は。王室で一番重要な人っていう役職だぞ。何をするのかって？アンダインが言うには、その辺に立って、可愛く振る舞ってればいいらしい。これこそ俺様にふさわしい仕事。普段から無意識にやっていることだからね。そうだね。ずっと可愛かったもんね。ついに、俺様は重要な人になったのだ。それもこれも、全部貴様が。コンパの、あの画面の録画失敗してしまい、さらに音声も途中で途切れているというね、非常にね、悲しい失敗を犯しまして、誠にすみませんでした。本当に。へったくそな絵と字で説明伝わったかな。まあ、ね、大事なシーン本当撮れなくて申し訳なかったんですけど、まあ次から気をつけて、ね、撮っていきたいと思います。はい。じゃあこんな感じで。ここまでご視聴いただいて本当にありがとうございました。次回も見ていただけましたら嬉しいです。ではでは、またなー。